アメリカとの協議が数週間以内に再開される見通しを示しました。朝鮮中央通信は今日、北朝鮮外務省のアメリカ担当局長の米朝首脳会談に関する談話として、数週間以内に開かれるであろう実務協議が朝米間のいい出会いになることを期待すると伝えました。一方で発展を妨げる脅威と障害物が取り除かれた時に初めて非核化の議論もできるだろうとアメリカに北朝鮮の体制を保障するよう求めました。